な才能を発揮してらっしゃった方なんです。でもちろん中国だけではなくマレーシアとかシンガポールとかアジア各国も公演して回られてたんですが、そんな CCC さんが長崎に今から8年ぐらい前に長崎にいらっしゃいましたというのは、日本でコンピューターの音楽制作を学びたいということで留学をなさってきたんですね。皆さんもよくご存知のオランダ坂の近くにある大学の音楽科に留学してこられて、そしてそれを機会にランタンフェスティバルのステージでニコの演奏をしてくださるようになりました。もう今年で7回目になります。それも毎日なんです。でも毎日聴いても飽きないほど素晴らしい音色なんですね。もうすっかりファンの方がいらっしゃって1回も逃さず聴いてますという方もいらっしゃいます。ではその CCG さん、まず1曲目は「貴妃水酒」という曲。貴妃というのは楊貴妃の貴妃です。水酒はお酒に酔う、 CCG さんのオリジナルの曲です。そして2曲目は皆さんよくご存知のフォークスの名曲「Close to You」。こちら2曲続けて2個でお聴きいただきたいと思います。それでは CCG さんです。大きな口でお迎えください。古い月と書いてます。アロは、弦は2本しかありません。